今回の雑学は、女性や子供の声は高くて男の声は低いわけ。はい、これはちゃんと原理があって、弦楽器のバイオリンの音が高くてチェロが低いのと同じ原理です。チェロは大きくてバイオリンはちっちゃい。人の声は喋るときに喉の声帯とひだを震わせることによって発せられる。声帯が小さければ声は高くなって大きければ低くなる。男性の場合はですね、成長期前は声帯が小さいけど成長期になると喉仏が出てきて声帯が大きくなる。つまりバイオリンからチェロに、なるわけです。それで声の変化が起こる。女性はというと声帯が大きくならないということです。なんで女性でも男性でも声帯が小さければ声は高い、はい、ということです。